自在区今夜若松1822年文政5年創業の自在区今夜若松は現在も昔ながらの染物作りの技を守り伝えとって手製の道具を使い一貫して手作業をしようんなはるがよ作られる染物は同じもんが一つとしてない一点一点がまさに一点もんながよ江戸時代末期に建てられた店の前は 当時の八幡浜のメインストリートやってな、店のすぐ裏は海が迫っとったと言われております。江戸時代は木綿がガイなこと栽培されとって、木綿を染めるための藍染めも発達し、藍染めをする今夜が各地域にできたがよ。今夜は仕入れ今夜や反転今夜、 上り、今夜など分業されていったがやけど、その中でもな、何でも細工できる。地元の今夜を自在区今夜と言いよったがよ。自在区今夜。若松では、つつがき染めという手法で、上りや神社の門幕、旗、反転、八匹、着物などの祭礼衣装を制作しております。例えば、道後に、二千十七年十二月二十六日にオープンした立ち寄り湯。 の湯の個室休憩室の壁にも自在区今夜若松の作品が飾られとるがってやデザインから考えたけんな制作には1年余りかかった言いますらい大国主の巫女と少な彦名の巫女の玉の石伝説をテーマとしたオリジナル作品ながよほかにも2018年に愛媛県からの要請を受けて 三笠宮明子を女王殿下に作品を献上したがやそうな自在孤婚や若松についてどんぐりの二宮その絵がご案内させていただきました。